Yuki was disliked by a customer and forced to leave. 腰に入ってないよ。遅い遅い。片付けできないやつは本当に人間。However, no one knew at the time that he would meet a terrible end tonight. マジかよ。よっしゃー。マジで。おお、ありがとうありがとう。マジで来てくれたんだ。A host club. It is a magical space where girls can become princesses, serving customers and champagne calls. The girls drink with nice men, and the girls are led into a world of dreams. But he was living far away from such a world. Yuki was spending his days in agony, unable to recover from heartbreak. His days are far removed from the glamorous and glorious world of a host.Yuki repeatedly drank and ate heavily because of his broken heart, and his days were rough. His friends, seeing this, often held parties to help cheer him up. Yuki was encouraged by his friends and enjoyed those nights immensely. まあそんな落ち込まなくてもいいんじゃない？今日は俺がおごってあげるからさ。マジか。うん。一緒に飲もうよ。乾杯。ありがとう。人にはスランプなんて始まる。これから俺が一緒に泣いてって言ったらさ、キム・ジョンイクの公式みたいに泣いてるここに泣けるやつだ。本当の友達だよ。楽しんでくれ。楽しんでくれよ、一緒にな。 HoweverThe confidence he gained from this was transitory, and he soon fell into a life of self-indulgence. He spent his days in agony, trying to forget about it, but unable to fill the gap in his heart that comes when he comes to his senses. He was called by his host friend, Setsuna, who couldn't see it coming. Setsuna is a popular host at Club Zero. いつまで連引きずってんだよ。まあでもずっと好きだったから、正直忘れられないっていうのがあるよね。だってさ、そんなさ、いつまでくよくよしててもさ、しょうがなくね。うん、まあそうだよな、うん、だってね、そんなだってお前振られてさ、うん、そんな落ち込んでさ、家に引きこもってさ、元気ない姿を見てると、なんか俺もお前大丈夫かなってなるよ、心配するわ。まあそれはそういう付き合いとか長くて分かってくれるから、そういうのがいいんだけど、でもやっぱ俺って本当に自信ある時っていうのはさ、なんか自分のこと世界一繊細だと思ってやべえってそれぐらい自信過剰になるんだけど、その逆もあるのよ。あ、まあ確かにな。落ちた時めっちゃいい時とか、お前めっちゃポジティブだしめっちゃ明るいしなあ、天才的な力発揮するのに全然なんか今その要素1ミリもないよ。 Setsuna tells Yuki how he really feels. He can say what he really feels because he's noticed the recent changes in Yuki and is seriously worried about himSetsuna makes an unexpected proposal to Yuki. Yuki is surprised at the sudden invitation from Setsuna. Yuki is surprised at the sudden invitation from Setsuna.でもそこでできるかできないかっていうのは自分試すいいきっかけなんじゃないか。確かにな、それはでもせっかくなんかこう日本で歌舞伎町で友達がいるっていうのはさ、すっげえなんか俺恵まれてるっていうのは思うけど、ちなみにセトナって下積み何年ぐらいなの？下積みはな、そんなないけど、でもまあキャンプ売れるまで厳しかったから売れるまで下積み、まあね、俺結構早い方だったけど、まあ1年とかは結構厳しい時期が続いたりしたよ、自分でね、こう補足してくれるためには、でやっぱこう集中すれば今から全然3ヶ月とかで結果残せるし、そこからもう早がっていけるじゃん。で自分のさ、気持ちとさ全部リセットしてさ、一からさ、自信作り直してさ、新しい環境作りゃええやん。そうだな、まあでもそんな簡単なことじゃないっていうのは、いや失うもん本当ないぜ。自分が変わろうと思えばいくらでも変われるし、そこで結果残したらまた成長できたらお前が見れるのは結構俺的にも嬉しいことだし、くよくよしてるのはダサいだな。ありがとう、やろうぜ、ありがとう、よし。
Setsuna's caring message moved Yuki's heart. Now Yuki was once again convinced that he had friends who really cared about him. He regained the confidence he'd lost and accepted this summer's challenge from Setsuna, who was seriously the hottest man in the world. The staff asked Yuki about his state of mind when he decided to compete there. お疲れ様です。あ、お疲れ様。ありがとうございます。いや、やっぱでも、こうやって本当に俺が落ち込んでる時に、本気で俺のことを思って強く言ってくれる友達っていうのは、やっぱ、それこそ本当の友達だと思うし、それだけやっぱ期待とか信頼があるから、そこまで言ってくれてるわけだと思うし、俺もやっぱそれに応えていかないといけないと思うから、せっかくそういう壁にぶつかったんだったら、俺も乗り越えていかないといけないって本気で思えたから、ちょっとやっていこうかなって思うんですけどね。まあでもやっぱ、昔から俺のこと知ってる人からすれば、やっぱ俺って別に顔が特別いいわけでもないし、勉強もできるわけもないし、金もないしモテない。だからこそ夢を追う価値があると思ってて、まあそうだよな、生まれつきイケメンで金持ちでモテてたら夢って追う必要も多分ないと思ってんの。だからこそ本気で自分を変えて夢を叶える価値があると思ってるから、なんだろう、ここで自分を変えてモテるようになったとしても、まあそれ1億円稼いでるホストとか、それは有名なホストからすればもう全然大したことないと思うけど、俺の中で自分を変えれればそれは本当にすごいことだと思うから、俺は本気で自分を変えにホストをやろうと思うんだよな、今はこうやって YouTube で、まあ、世界中から応援してくれる人がやっぱいるけど、でもなんだろう、俺はそれの日本代表だと思ってやってるわけなんだよな。例えばやっぱアメリカでめちゃくちゃ太りまくって、でデブで引きこもってて、で俺の YouTube を見るだけが生きがいって言ってくれてる友達もいるし、オーストラリア人で、なんだろう、本気で日本人の彼女作りたいし、日本のアニメ大好きだし、勇気どうやったら日本人の彼女作れるんだとか言ってくれる、なモテない友達とかもいるし、なんだろう、シンガポールで筋肉鍛えまくってて、鍛えたのに俺モテねえよ、勇気どうすれば彼女できるんだって言ってくれる、なんか筋肉野郎とかもいるし、まあ、イギリスで本当に働きまくってるけど給料上がんないけど、でもなんかいつか彼女作りたいって言ってる、まあ、年齢イコール彼女いない歴のやつとかもいるし、でも俺はそれの日本代表だと思ってるから、世界の代表として、頑張っていこうと思う。だってそういうモテない日本代表の俺がここでホストとして頑張って彼女を作れば、そいつらに夢を与えることができると思うから、俺でもできるんだって思わせることができるじゃん。俺はそれを目指してるんだよ、だからこそなんだろう、俺はこうやって YouTube を通してホストをやって自分の人生を変えてみる価値があると思ってる。そう考えると俺すげえ楽しみだと思うんだよな。いやー、今日はでもあいにくの雨だけど最高だな。こうやって俺もいつかホストの看板に乗れて、なんかスーパービッグになりてえな。Yuki's heart is on fire. Shinjuku Kabukicho is the most popular entertainment district in the East. Yuki has made a name for himself in this extremely crowded district where beautiful, articulate and funny men from all over Japan come forward to compete for the top spot. But most of them were gone within 3 months. In fact, it would be better to say that they suddenly disappear from Kabukicho. At first glance, host clubs appear to be a glamorous world, but there is a harsh story waiting there that only those who have tasted it can understand. Later that day, Yuki, with a tense look on his face, headed for Shinjuku Kabukicho, a fierce battleground for host clubs. Kabukicho Gate. At this entrance, there are more than 300 host clubs and 6,000 hosts fighting for their lives. Yuki has entered such a world. What kind of battle will he fight in this harsh battlefield? Yuki can't hide his nervousness. I'm getting so nervous. でもマジで緊張しててもマジでしょうがないと思うから、ここまで来たら本気でやってやるしかないって思うよな。Club Zero. This is Yuki's new battlefield. He looked at his colleague and felt nervous. I have to fight and win against hundreds of the most popular men in the world. どうも、はじめまして。はじめまして。よろしくお願いします。頂戴します。どうも。お願いします。そしたら早速なんですけど、
Yuki is briefed by the manager on the rules of the host club. There are many rules in this industry, and breaking them is not allowed. で、さっきのあの報酬システムでね、例えで出したその200万超えとか、まあ、やっぱ努力すればいけるんだけども、まあ、最低ラインホストをやってる以上はやっぱ100万円、まあ、帯だね、帯でもらえるっていうのが最低ラインで、そこからまあスタート、そこから先でどん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 1000万とか稼ぐっていうのはね仕事なんで、最低でもね100万円、最低ライン100万円っていうのを目指してね、努力してていただければと思います。ありがとうございます。 The minimum is 1 million yen. This is 5 times the starting salary of a Japanese college graduate. You are finally recognized as a host when you sell that much. HoweverMost of the hosts fail to reach the minimum and disappear from Kabukicho. What is the fate of Yuki? だから研修を、していきたいと思います。まあ、テーブルマナーなんですけど、テーブルマナー、簡単なので、バシッと覚えてほしいかなと思います。まあ、結構、まあ、ホストクラブ結構高級店じゃないですか。まあ、座るだけで、2万ぐらい。2万。うん。スタートみたいな感じで、そこからお酒分とか買ってきて、結構高級店なんで、したら例えば居酒屋で飲んでる時って別に汚くても気にならないけど、うん、高級店でテーブル汚かったらちょっと嫌じゃないですか、夢がなくなるから。そうそうそう、まあ、俺が先やるから見ててくれたら、うん、じゃあまあ最初大きな声でステージ合わせご一緒してもいいですかで入ってで、お酒作っていくんだけど、まずコースター、ここにで、3本指で大体ホストはやるのかな、3本指、うん、で、まあ、アイス何個にいたしましょう、アイス何個にいたしましょう、3個で3個でしたら3つ、跳ねないように1、2、コースターどのくらいでいたしましょう、じゃあ薄めでで聞いて、で薄めだったら大体まあ薄め、普通、濃いめみたいな、こんな必ずラベルをお客様側に、向けるように戻す。で、バドラー、を反時計回り、これは何でか知ってる？反時計回りにする理由。反時計回りじゃないとダメなの？そう、反時計、なんか昔からの水商売のあれがあって、まあ、暗黙のルールじゃないけど、時計回りだとあなたの時間が早く過ぎ去ってほしいよみたいな意味になっちゃう。なるほど。で、半時計前だとあなたの時間をゆっくり過ごしたいですよっていう意味になるから、こうこれがあるからちょっと半時計前で基本的に、うん、ムカついたお客さんいても右回りにしたら半時計前で、うん、一つ一つの所作に意味が込められてるって感じ。そうそうそう、これをトントンとかもダメ。やってみようか。やってみよう。 OK、 じゃあ交代して、じゃあ俺お客様側やるから、このままこのグラスで作ってくれたら座っていい、うん、ご一緒よろしいですか。あ、これ持ってる。厳しい失礼します。ご一緒よろしいでしょうか。あ、いいいい、はい、ありがとうございます。やっぱ仲間だから厳しくしないとね、そこは。あ、やっぱ売れてほしいから早く。アイスはいくつ入れましょう。アイスは3つで。3つ、はい。めっちゃ緊張してるね。ちょっとガチガチにね。お前良さが出てないよ。取り戻すんだろ自分を。最初はちょっとこんな感じでガチガチできない。Setsuna is teaching table manners to Yuki.The way he pours drinks and his mannerisms reveal his quality as a host, and he must learn his manners thoroughly in order for his guests to have a meaningful and elegant time. Without mastering these skills, you will not be able to stand on the stage, and newcomers must also be proactive in cleaning. じゃあね、今からね、掃除していくんだけど、まあ結構ね、あのトイレっていうのは水商売で大事なところだから、お客様がすごいね、あの個室で 見るとこ多いと思うから、必ずほこりがないように床とかもしっかりこれ拭いて、便器の裏側とかも、
特に便器の裏側とかで、ね、溜まりやすいから、うん、あの汚れがだからしっかり取るようにやっていきましょう。はい、うん、じゃあちょっとやっていこうか。まあ、トイレのね便器からじゃあ綺麗に、はい、うん、裏返して、で、あの内側もね、しっかり拭けるようにしていこう。うん、その間の隙間とか特に、大事だね。まあ、こういう。うん。じゃあそれしっかりね、水まで拭いてってね。やっぱ、あのホストクラブは、最低でも2万円ぐらいお客様払うわけだから、汚れがあったら、もう本当にね、高級店としてダメだから、しっかり拭いあの、隅々までゴミが落ちてないとか、この下とかも。なるほど。うん、めっちゃ汚かったりしたらちょっと嫌じゃん。そうだね、入った瞬間なんかまあお客さんがお姫様になるからなんか夢を与えるみたいな。そうそうそう、夢をこう与えられる高級感をね持ってねやっていかないといけないからね。腰が入ってないよ、腰が 腰入ってないよそうそうそう、まずはフォームから入る、フォームからね、しっかりね。 Yuki is bewildered by his first host club job, but this is just the beginning. A host is a job that creates value only after captivating womenAs part of his training, Yuki is assigned to support a host who has been nominated by a customer as a help host. Will he be able to satisfy the princess as a help host? そしたら、ゆうきくん、B7 のね、女の子のところのヘルプに行こうと思うんで。めっちゃ緊張すんのよ、初めてのヘルプっていうの。今日から本入店のゆうきくんに。Yuki cannot get used to the atmosphere.And the manager has run out of patience. Yuki has had to leave in the middle of the show. Jin explodes in anger against Yuki. Yuki was disliked by a customer and forced to leave. However, no one knew at the time that he would meet a terrible end tonight.And he took in whatever he could to improve himself. A first-class host always pushes his own body to the limit and maintains a beautiful body. Yuki realized that no matter how much he drinks or how busy he is, he cannot win unless he puts in many times more effort than the others. Next time, Yuki overcome the trials and triumph. マジか。よっしゃ。マジで。マジで。